はじめと遊ぶ第51回ザイガキさん、誰にも分からなくていい。皆さんこんにちは、パフォーマンスユニットはじめとの大月です。はい、今日はですね、大変お待たせいたしました、この企画でございます。題してマジメイトとオリジナル LINE スタンプを作ろう。はい、これですね、本当に放置してて申し訳ございませんでした。はい、これ前回の動画ね、遡ったらね、なんと3月でした。3月、はい、そもそももっと遡るとですね、この企画のスタートはなんと1月でした。はい、クララと一緒にね撮ったこちらの動画なんですけれども、企画の趣旨はですね、あのマジメイトのオリジナルキャラクターマジメちゃん、不真面目ちゃんっていうのを新しく作ったんですけれども、この2人を使って LINE スタンプを作ろう、しかもそのアイディアを、視聴者の皆さんからもいただいて、マジメイトメンバーからもいただいて、みんなで作ろうっていう企画だったんですけれども、私ね、あの前回の動画で4月中には販売できたらいいなとかね言ってたくせにですね、今なんと10月です。10月。本当にすいません。本当にすいません。でもね、大月はですね、期限は守らないけど、約束は守る女です。はい。なので、エンジンがついたら早いタイプなので、今もう、猛ダッシュで、スタンプを書いております。で、全部で40個あります。で、40個あって、前回の動画で、この40個にしますっていう、こう、宣言といいますか、ラインナップをパッと出したんですけれども、まあ、それからちょっと時間も経ってますし、またさらにこう、微調整して、メンバーチェンジしたり、ちょっとスタメンをね、変えたりとかして、皆さんから募集いただいたやつは、そのまま採用していることが多いので、それは、まあ、引き続き、使っております。なので、新たな40個が何になったのかっていうのを、ちょっとお楽しみに見守っていただけると嬉しいです。まあ募集は締め切っちゃったんですけど、一応これみんなで作ろう企画なの第1弾なので、ぜひ最後まで見守っていただけると嬉しいです。で、 LINE の、販売スタート時期はですね、申請の期間にもよるんですけど、まあ、おそらく10月中にはできるんじゃないかな、このペースだと、ということで10月中の販売スタートを目標に、また新たに頑張っております。よろしくお願いします。ということで LINE スタンプを作ろう企画の中間報告動画でした。あ、そうだそうだ、今のところでこんな感じで、大体半分ぐらいできましたね。40分の20ぐらいできました。で、こんな感じで今作っておりまーすね。残り半分頑張りたいと思います。ということで、皆さんよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございます。マジメイトの YouTube チャンネル、チャンネル登録、Facebook のフォロー、Twitter のフォロー、インスタのフォロー、よろしくお願いします。それではまた来週。